はい、どうも、奥ポンでございます。BTC の上げがですね、結構おさまじいんじゃないでしょうかね。7日で7%パーあー。まあ、暗号図か、ね、2桁上げっていうのは、しょっちゅうあった時期とは今はね、えー、だいぶ変わってきてますんで、まあ、この辺の上げっていうのは、すごいいいですね。で、中でも、すごい上げっていうところで、ノアでしょ。で、 ノアの上げがどんなもんっていうと、これ、とね、あれなんですけども、私の3日前のノアの日本円で換算するとどれぐらい持ってたのっていうとこで、んーとね、3万円を割ってたんじゃないでしょうか。それが今7.81万円っていうとこで、 上げ率っていうのが、まあ、単日で88%。なかなかないですよね。これは、要は、あの、フィリピンのね、通貨にノアがなるんじゃないかっていうね。で、フィリピンの中でも暗号通貨の特区、なんていうんですかね。暗号通貨をこの地域はめっちゃ使おうよっていうね。えー、そこの地域に指定されたあところがありまして、そこのね、えー、で、まずはノア。 っていうものに対して、えーまあ、普及させようよっていうね、そういうニュースがあー出た。まあ、これ、あのー、あと私の受け方であって、ひょっとしたらね、表現が間違ってるのかもなんですけども、あのーまあ、ざっくり言うと、フィリピンっていう国でノアを基準の通貨にしようよっていう話があ出てます、はい。で、それを本当のね、 何、えー、て言うんですか、運営の方もそうだし、国のお偉いさん方々も絡んでのお話っていうところで、まあこれツイッター上ね、ノアはバカ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 上がってると思うんですけども、まあそのせいですね。はい。で、本当に80%、90%弱なので、えー、とんでもない上げですよね。うん。で、本当ノアの上げだけで、えー、今日は、 本当にいい、単日でニュースが出てから5万円くらい上がったわけですからね。うん。3万円に満たないものが5万円上がったってことはすごい、すごいですよね。はい。3万円はあったのかな ?3 万円はあったのか。3万円ないと88%では上がらないか。まあまあまあ。あとにかくノアは88%という理由は、ノアが基軸通貨に、フィリピンの基軸通貨になるよっていう話ですね。 まあ本当に、ようやく盛り上がってきたのかなどうだかわかりませんが、こちらですね。ICO 暗号通貨プロジェクトの調査対象200に拡大。米、北、米、証券、監督、官協会っていうところがあ出てますね。監視を、調査を200ってことは200通貨ってことでしょうから、うん で北米証券監督環境会は28日、イニシャルコインオファリング、ICO や暗号通貨関連の投資商品に対する調査、オペレーションクリプトスイープの対象200に拡大したと発表した。規制当局により取締り強化によって ICO ブームに陰りが出るかもしれない。オペレーションクリプト スイープは5月に立ち上げられ、当時は70の暗号通貨プロジェクトの調査対象になっていた。n a s a a の代表であるジョセフ・ボーク氏は投資家保護の重要性を指摘しつつ次のように述べた。「すべての ICO や暗号通貨関連の投資が詐欺というわけではないが、これらを販売する個人や企業に気をつけてほしい。州の法律や証券法など」 を違反しているる可能性があるこれらの商品を販売する人々、法律違反しないように法律家に相談すべきだ。コンプライアンス文化は商品販売後ではなく、販売前に情勢ですかね、えー、されるべきだ。よく問んでよっていう話なんでしょうね、はい。法律違反しないかっていうね、販売前にね。 また、NASAA は投資家に対して登録済みの商品でさえ詐欺の可能性があるため、ICO などに投資をする前に自分で調べることは必要性を指摘した。先日発表されたレポートによると、17年のイニシャルコインオファリング、ICO のうち80%が詐欺だったという、まあこれね、有名な話ですよね。でございました。ね、まあ着々とね、 えー、ノアがあフィリピンの基軸通貨になるっていう話が出てきたり、えー、こういったね、調査あの、なんていうんですかあ、組合みたいなのが動き始めたり、まあ、本当ね、えー、暗号通貨っていうのはあ、素晴らしいですね。えー、いろいろ今からのおものでございまして、本当にこの先どうなっていくのかっていうのが気になります。えー、で これ、私事ですよね。私事っていうことではないんですけども、非常にあの私が保有している VA がですね、た、え、か、ー、に、ね、取引をされてます。まず、クウェートのヨシ君。えー、っとこれ、松原さんは違いますね。でヨシ君があこういった話をしたりとかね、中東はフランスとイギリスに分割されて、えー、貧富が分かれたとかね。 え、追われるものがないと人は優しくなれるとか。なんか、クイズか。あ、出してますね。で、ここ面白いなっていうものは、えー、っとね、クウェート人の年収目安は大体どれぐらいでしょうかこれすごくない年収最低でも700万ってことなんですよ。年収の目安。すごいよね。うん。で、年収の目安は正解は1000万円らしいですよ。 で大体これぐらいだと言われている。クウェートの石油は国を保有しているあと100年は石油が持つと言われている。クウェート政府はあ自国民から信頼を厚くするためクウェート人への社会福祉を充実させている。クウェート人の9割は公務員。そしてその公務員の年収は少なくとも1000万円あると言われている。税金もない。羨ましいですね。本当っですね。 クウェート人あ、これ、ごめんなさい、あの勝手にね、えー、クエイートよし君についてのなんか質問あ始まってますけども、あの、ちょっと、あの、このまま行かせてください。で、9、2で、クウェート人、大学生からもらえる奨学金はいくらか、ナンゴさんの借金300万、その場合の600万あ、盲目の市川さん、これなんだろう、マージャンのやつだと思う、これ、漫画。 えー、クウェート人が大学でもらえる奨学金はなんと600万ですよ。すごくない赤木で赤木に出てきたんだ。で、留学中僕はクウェート人から何をもらったのでしょうか ?A、ゲーム機。B、ドローン、o。C、石油。石油はもらってないです。A、ゲーム機です。DS がしたいんだけどって言ったらクウェートの電圧に対応した充電器がない。 クエートの友人はちょっと自宅探してくる数分後。クエートの友人なかったから 3DS 持ってきた。ええー、クエート人の友人代わりにあげるよ。えということで、なぜかクエートで日本製の 3DS をいただいたって。クエートにいると金銭感覚が狂うって。クエート住もうかなねクエートこれ、ヨシ君に接点取ってもらって、えー、クエート住もうかこれ帰化できないのかな うん、だって、このヨシ君の話を聞いてると、日本人が行けば、なんかあれですよあら、歩っててやばいよっていう時に車でがたあに、クウェート人の車が止まってくれてで、助けてくれたりとか、なんかそういうのがちょいちょい出てくるんですよ、話に。だからちょっとしたお金では、まあ、あここからなんだろう、フィリピンとかね、カンボジアだとか。 あいわゆる、まあ、日本は先進国ではもうないですけども、あのー、日本より弱い国っていうのかな。経済が弱い国に行って、羽振りを利かすっていうんであれば、逆に日本より羽振りがいい国に行ってで、そこで資金をじゃんじゃん増やしちゃうっていうのもなんか手じゃないですか。うん、しかもその、あのー、なんか桁が違うじゃないですか。うん、3DS 上げるよとかね。 今多分日本の中でもそういった方いらっしゃると思うんですけども、ちょっとなんか平均的にすごいっていうのが見えますね。クエとトよし君の話。バリューの楽しみってこういう楽しみもあるんですよ。やっぱり。ね。で、加藤さん、これを取引されてます。ミクさんも取引。えー、この方ですね。ノブマサさん、アプリのね、えー、音アプリを作ってます。えー、この方、 ちょっとね、えー、もうちょっと、こう,こういうクエと超良しく動いてるんですよ。加藤さんも動いてるし。ねで、うん、こうやって見てると、これも一つのやっぱり楽しみなんじゃないかなと思うんですよね。うん、どういうことをやってんのあやさんもね、取引されてるし、ヨーヨーのあの、大道芸のね、タイションも取引されてるでしょ。うん こういうので、私たちっていうのは、ああ、投資の、なんていうのかな、こう、目が見えるようにね、えー、バンバンああ、なんていうのかな、磨いていくというかね、落合さんが取引されたりとか、サッカーの方、これ私買いましたけども、あのー、西郷洋平さん陽介さんか。ね。 取引されたってのが見えたりで、これが一つのバリューの楽しみかもしれないですよね。うん。ほらほら、あやさんすごくないあやさん結構も儲かってると思いますよ。ここでいっちゃえば。多分10倍ぐらいにはいってんじゃないかな。えー、っと、多分10倍ぐらいにはいってると思うんだけど。 ああ、まあ、クエイとヨシ君が動きがあるから、あ、レンコンさんやばい、下がってる。やば、下がってますね。えー、っと、多分ヨシ君、あ、加藤さんは、いいっすね、上がってますね。このミクさんも上がってるしね。あ、ナラントさん。 あの、ナラさん投稿数が多くてね、ど、えっち、と、リスト解除してますけども、別にその嫌いとかではないですからね。えー、っと、351で買い値だから、多分普通に10倍とかいかないかな。ああ、まだ2倍くらいですか。まだいかないね。多分パッとこう、弾けるとは思うんですよね。あやさんは。やっぱ面白いっすよ。うん。 お、三浦さん。は弾けそうですね。えマンゴー、まあ、通貨さん。おハンドメイドの方もね。この方も弾けそうなんですよね。まあ、みんな弾けると思って買ってますから、まあ、応援スタイルのパイロットの大学生もいますけども、まあ、基本弾けると思ってね。 今回いっぱい買ってますけど、この方々もやっぱり弾けると思ってますよ。サカさんとかね、うん、えー、あとは、あ、ホンさんとかね、あとニートトレーダーさんとかね、ケンジロー氏、ドローン山下。まあ、この辺はあ問題なく弾けるでしょう。と思っております。はい。バリューはね、今、今日なんとなくね、 私が買ってるものを買って、買わせてもらってる方のね、投稿ちょちょっと、まあ、よしくんの投稿を見てみたんですけども、こういう楽しみ方がバリューにはあるっていうところなんですよね。はい、BTC を寝かしくっていうのもいいんでしょうけども、あのー、バリューの楽しみ方はこういう楽しみ方もありますよと。はい。で、今、トレンドっていうのを少し叩いてみましたけども、 トレンドってやるとこうなります。なので、これはね、自身で、えっと、覗いてみてください。トレンドでやるとこの形になって、えー、まあトレンドって出てるので、盛りに取引をされてるとか、あウォッチリスト数が急速に上がったとか、あそういったもの、何が基準なのかっていうのは全くわかりません。 なんですけども、トレンドっていうね、えー、タグがあるので、まあ、覗いてみてください。えー、とこの状態ですねで。こっからウォッチ中にして、でトレンドですね、えー。こっから多分トレンドウォッチ中っていうのを選択ができると思うので、バリューっていうを大枠で、ウォッチ中がまあ通常時なんですけども、この右ね、トレンドっていうのは、これなかったと思うんですけど、トレンドっていうのは増えてますんで、 これだと自分がウォッチしてなくても、バリュー全体で今、ウォッチ数がパーンって増えたのか、取引量が上がったのか、はたまたそれの両方なのかっていうものが乗っかってくるようなので、こちらね、トレンド、覗いてみてください。はい。本日はね、えー、以上です。あのー、とね、番外の番外でソフトバンクスマホ割引、最大30%、端末代と通信量分離。 っていうのを発表しましまたね先日の昼、ちょうど12時間前ですね、えー、携帯電話大手ソフトバンク29日、スマートフォン端末代金を値引きしない代わりに、月々の通信料金を引き下げた新しい料金プランを発表、9月6日から提供、月々の通信料のみのを比較した場合、最大30%割引となる、値下げを求める政府の批判をかわす狙いもありそうだ。 新プランは4人家族で他のサービスを付け加えて加入した場合、通信容量が 50GB で月3480円からとなる。まあ4人当たり1人でってことですね。1人が3480円の頭になるよって。でも従来は月6000円からだったって話ね。で、同じ通信プランを含めて比較すると、4人で加入した場合、値下げの幅は33%。1人だと25%。 端末の購入代金はは値引きはされないだから、今からでも、6日になったら、ソフトバンクの窓口に行くとか、あとは料金プランの切り替えみたいのね、できると思うので、まあ、これはネット上でやるのか、窓口、窓口込みそうっすね、うん、めっちゃ。で、ソフトバンクっていうのは裏技があって、もう今ちょっとね、株価が高いんだけど、まあ、100株で100万ぐらいするんですよ、ソフトバンクの株って。 で、それを、だから一株千円するのかなん一株一万円するのか一株一万円するのね、今ね。で、それをかませると、月々の料金が、一月千円安くなるんです。一人で。で、面白くって、あれなんですよ。うーんーとね、あれ、iPad とおスマホっていうのは別個なんですよ。で、自宅で使ってる PC も別個。で、これが全部、 で自宅で使うネットが1500円とか安くなると思います、うんでえー。スマホとタブレットとか使ってるんであれば、月4000円とか安くなります。1人で,で、えーどう。同じ住所に住まわれてる方、10人分、うん。10人分なので、家族が仮に10人いて、ソフトバンク全部端末を使ったとしたら、全部当てはまります。うん、株主優待で全部そこの割引ですよね。 だスマホ、iPad、自宅の PC。自宅は1つの改善でしょうから、それは問題ないとして、スマホと iPad を持ってたとしたら、2000円、毎月。だから、毎月2万円のね割引ですね、最大。で、これね、ちょっと優待の方変わってると思うので、家族であっても、別のとこに住んでても、聞かせることができるかもしれないです。優待ね。ソフトバンクの優待ちょっとお金がね、 えー、100万ぐらい余ってる方はあ、優待考えてみてもいかがでしょうか確か3月9月だと思うので、次にあるのは9月のソフトバンクの優待ですね。で9月の優待はどこで発動かな ?3 ヶ月後とかだから12月から半年発動かなで、今度は3月があ、まあ、7月から12月まで発動かななんからそういうやつです。はい なので、お金が余ってる方、100万くらいぽってで出るよって。で、ソフトバンクはまあ、置いとけばね、なんだかんだもう5桁になっちゃってるし、上がっていくと思うんですよね。はい。まあ、問題ないのかなって、まあ、勝手にね、えー、多少下がったりはするんでしょうけども、70万とか60万とかまた起こったりするかもなんですけども、あまあ、孫さん300万まで行かせるって言ってますからね。うん。だから3万円か、株価。 だから今の3倍まで行かせるっていうのを2、3年前の株主優待で言ってます。ソフトバンクの場合は株主優待をネットで見られるんですよね。リアルタイムで。うん、なので、えー、覗いてみると面白いかもしれないですね。毎回。うん、3月の、ね、飛沫の株主、うんえー。覗いてみてくださいあの。ネットで観覧できます。はい、なので、えー、ちょっとね。 えー、面白そうだなっていう方はどうでしょうか。はい。っていうところで余談も絡めて終わりにしたいと思います。えー、っとですね。あ、ないですね。はい。週末というか土曜日かな。土曜日、金曜日、今日、お木曜日なので、明日の夜中あ、今日付変わったばっかりだからね。だら明日の夜中にひょっとしたら YouTube ライブやるかもわかんないですね。金曜日。もしくは土曜日の場。 うん。やろうかなと思ってます。えー、一応報告でした。はい。それではね、素敵なコインライフをお送りください。バイバイ。